皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。外界はコロナウイルスで大変なことになっててさ、マスクが手に入らないらしいんだよ。それは大変ねー。あんたどっかでくすねてきなさいよ。てめえ、人が手癖が悪いみたいに嫌がって。あらー、あんた手癖はいいとでも言うの？否定ができんって。てめえ、マスク手に入れてどうするつもりなのよ。高額転売に決まってるじゃないのよ。世界中でみんな困っているというのに不謹慎なやつだな。ビジネスチャンスなのよ。チルノちゃんがマスクなら普通に売ってるところあるっていうから買ってきてもらっているんだけど。そういうのにあいつが絡むと嫌な予感しかしないんだが。マリサー・レイムーマスク仕入れてきたよ。これは獣神サンダーライガーマスク。こっちはタイガーマスク。これもミスターアトミックマスク。恐怖の覆面恐怖ヘッドバット。その正体は実力派レスラービル・ミラー。うるせえ、そんな昔の話誰も知らんわ。ダメなの？ダメに決まってるだろ。マスク違いもいいとこだろ。なあ、これはこれはズラじゃねえか。ウイルス予防にコスプレごっこしてどうすんだよ。しかもパツキンのズラ。うるせえ、パツキン言うな。まあまあ久しぶりなんだから、なんか話題はないの？昭和のダークヒーロー田岡和夫親分なんかどうかしら。あんたね、朝日芸能じゃあるまいし、私は反社の親分なんて嫌よ。第一、私ヤーさんとか嫌いなのよ。まあヤーさん好きなやつはおらんがな。どうしてまたそう嫌うのさ。だってさ、あの人たちうちの縁日に屋台出してくれないし。あんたんとこはビジネス的にそのお客さんが。ああ、お客さんがなんだって。そりゃあさ、うちで屋台出してるとたまに妖怪がたこ焼きのソース舐めに来たりするけどさ。それはちょっと店出したくないだろ。今回扱うネタはちょっと際どいが、実際に戦後の神戸で起こったことなんだぜ。もともと山口組は博打打ちや敵屋の集団じゃなくて、神戸港の労働者派遣業としてスタートしたのさ。なんでそんな一見普通の仕事をヤーさんがやってんのよ。戦前の港湾に駅はマンションの5階ぐらいの高さの貨物船から細い桟橋伝って人力で荷物を丘に上げる危険な仕事だったのさ。それでそれで、そういうわけで沖中氏と呼ばれた港湾労働者は腕っぷしの強い、命知らずの柄の悪い人間が集まってきたのね。それで山口組はヤクザ組織になっていったわけか。初代の山口春吉親分の時は大島組という組織の下で港湾二駅の仕事だけをやってたけど、2代目の山口昇親分の時大島組から独立したわけ。独立ってどうやって？構想。構想ってあんたねー。二代目は港湾ビジネスだけじゃなくて、工業の世界や神戸中央卸売市場に労働者を派遣するなど、徐々に組を大きくしていった。だんだんヤーさんっぽくなってきたわね。ところが、二代目は広沢虎蔵という浪曲師の契約トラブルを吉本興業の吉本生に依頼され、下関市に本拠を置くカボトラ組と交渉することになったんだけど、吉本ってその頃からヤクザと関わりがあったのねー。交渉がこじれて殺されそうになり、その時の頭傷が致命傷になって42歳で亡くなってしまったのぜ。ねえねえ、さっきから本題の田岡親分は？その頃田岡さんはまだ親分じゃなくて大長兄弟と大喧嘩になって、一人の脳天を鉄瓶でかち割って、もう一人をぬっ殺して刑務所に服役中だよ。もうやだ。田岡親分は昭和18年の夏に刑務所から出てくるんだけど、戦争には行かなかったの？懲役になった人は兵隊には行けないことになってたんだよ。それで何やってたの？博打や。戦時中にそんな。昭和19年にサイパン島が陥落して、20年の3月と6月に神戸に空襲があって、神戸は日本最大の港湾だったから、米軍は徹底的な空爆を加えたのよね。神戸市の東半分は完全に焼け野原になって、53万人の被災者が出た。そして昭和20年8月15日終戦。この日を境に旧大日本帝国の版図にいたアジア人たちが自称戦勝国民と称して、公然と日本の警察権力を無視して自由に暴れ回るようになった。あんたぼかすわねー。
差別だなんだ言われたくないからな、察してくれよ。神戸は日本の玄関口だったから、そういう自称戦勝国民が13万人もいたのぜ。そういう人たちの全部が全部乱暴労敵を働いたわけじゃないけど、一部の自称戦勝国民の暴れ方は常軌を逸していて、8月15日の夕方には港川駅の貨車を襲撃して物資の略奪を行ったのを皮切りに、市民に対する暴行警官射殺、挙句の訳は警察署襲撃までやらかした。治安も何も崩壊してたのね。それに加えて不良米兵や復員軍人の一部が特攻隊の生き残りと称して徒党を組んで暴れ回るわで、キャッパーな世界よね。自称戦勝国民に乱暴される夫人を目撃したことから、田岡親分の怒りは頂点に達し、次の日から彼らの本拠地だった三宮や新海地の闇市に乗り込んで大暴れを繰り返すようになった。一人で乗り込んでも囲まれて袋にされるだけじゃ。一の子分吉川雄二が後ろで首に手榴弾下げて仁王立ちしてたのさ。手榴弾首からってまた、親分の評判を聞きつけて国士舘大学の大西俊一、後に山口組の若党となる地道幸男など無法を働く戦勝国民に反感を持つ同志が集まってきた。若党って何さ。焦点の大番頭みたいなもんだな。親分に何かあったら大抵若党が後継になるわよ。戦力が整ったと見た親分は、かつての山口組の本拠があった新海地で自称戦勝国民が運営する闇市と伝助賭博場を襲撃したのぜ。伝助賭博って何？必ず堂本が勝つようにされたインチキ賭博のことだわよ。そういうので日本人から金を巻き上げてたのね。イカ様だとかなんとか文句言ったら半殺しに合わされるから、町の人も警察も見て見ぬふりしてたらしいわよ。警察が役に立たないのがなんとも辛いとこだわねー。ここへ神戸市役所のトラックで田岡親分たちが乗り込んで、伝助賭博機を片っ端から叩き壊して、新海地で伝助賭博する奴はこの田岡が許さんってやったんだよ。神戸市役所のトラックでおヤクザさんが殴り込みって、私もう帰りたい。当時は警察が役に立たないから、市民の方も山口組さんが頼りだったんだわよ。新海地から自称戦勝国民を追い出した田岡親分たちは、花月劇場跡に自警団の拠点を構えたんだけど、昭和21年頃警察が取り締まりに来たのか。そりゃそうだろ。いや、兵庫県警が田岡親分に泣きついてきたんだよ。え、どういうこと？兵庫署と水上警察署を戦勝国民が一斉放棄して総攻撃してくるって噂が立ったんだよ。実際行った署などが何度も襲撃されてる。それで何なのさ。もはやそうなると警察の実力では防衛できないから、田岡親分の携帯を借りに来た。警察がヤクザに泣きつくってすごい手相だったんだな、終戦直後って。そんなこんなで、すっかり男を挙げた田岡親分は山口組三代目を襲名することになるのね。当時から山口組ってあんなでっかい組織だったの？それが田岡親分が三代目を襲名した昭和21年夏頃は、山口組も自局の影響を受けて、女性と子分合わせて30人程度しか組員がいなかったのぜ。今から比べると随分こじんまりしちゃってるわねー。親分は当局に顔がつくこともあって、子分や出入りする若い衆には白米と干物を食わせていたのぜ。随分粗食ねー。私だってそのくらい食べてるわよ。終戦直後のことだからな、白米に干物って結構豪勢な食事だったんだぜ。よそじゃ麦飯にたくあんでも三食でるだけマシって時代だよ。へえ、昔はヤクザって親分が子分にご飯食べさせてたんだ。今じゃ上納金むしる親分ばっかだけど、田岡親分のポリシーとして、親が子に食わしてもろてどないすんねんってのがあったんだよ。でもさ、博打の上がりとか用心棒代とかそういう非合法ビジネスじゃ収入安定しないよ。子分とか食わせられないよ。そこで、田岡親分は博打の上がりを当てにするのでなく、定量を持ってその収入で組を運営していくことを基本路線に置くわけね。定量って、合法ビジネスだよ。それじゃおヤクザさんの意味がないような、麻薬密売とか企業恐喝とかそういうのばっかやって、反社呼ばわりされるようになった今のおヤクザさんがおかしいのよ。
最近弱ニコネ詐欺とかアワビの密漁とか何が人情だよって感じだもん。昭和40年代にもヤクザさんの芸能やら公安ビジネスとか合法ビジネスまで資金源として警察が取り締まった弊害でもあるんだけどさ、西洋ってどんなことしてたのさ。公安ビジネスとしては公用委員を立ち上げ、芸能としては神戸芸能社を立ち上げて、合法ビジネスで山口組は巨大な資金力を得ていくことになるので、私は悪いことばかりやってあんなに大きくなったと思ってたわ。逆だな、合法ビジネスで大成功を収めたのであれだけ巨大な組織になっていったのさ。ちんけな犯罪組織じゃあはならん。よっぽど成功したのね。昭和20年代の日本の世相が見えていろいろ面白いので、その辺を見ていこうと思うのだが、時間が来てしまったということで、と続きは後編でお楽しみに。